夜が終了して朝のターンよ。本日人狼の襲撃にあった人はいなかったわ。それでは3日目の話し合いスタートして。え、どういうこと？誰も襲撃されないなんてことあるの？これ騎士が守ったんじゃない？おう、やるじゃない。それで読む、占い結果教えて。ネミリアを占ったんだけど人狼よ。あ、分かっちゃった。ヨウムだったのか。残念だわヨウム、あなたのこと本物だと思ってたのに。なんで急に私疑われてるの？というかレイム、やっぱり騎士？そうよ、私がレミリアを守ったの。レミリアが人狼ってことは絶対ない。ピンポンパンポーン。ここでゲームのプレイヤーには聞こえないけどレイムの心の声をお届けするよ。やったやったやった。あ、もしかしてヨウム前日に騎士のことあぶり出そうとしてたの？まあ、分かってたけどね。いろいろあったけどやっぱり私が一番だったか。以上、霊夢の熱い手のひら返し。みんなには内緒だよ。ピンポンパンコーン。なんなのこの気持ち。霊夢の罪、今のちょっと嬉しかったわ。今日はもう霊夢についてく。ちょっと霊夢、お姉ちゃんはフラン専用のチワワなの。勝手に手なずけないで。ごめんねフラン、少しだけ霊夢が輝いて見えたの。それでね、僕霊媒師なんだけど、あのポンコツメイド人狼だったの。え、意味がわからん。状況整理が追いつかなくなってきた。もう全部わかった。マリセが本物の占い師だったのよ。だからヨウムが、あれ？ヨウムって。そっかそっか、ヨウム狂人だ。違うよ、ヨウム人狼でしょ。僕のこと人狼って言ってるやつよ。ヨウム真っ黒でしょ。みんな混乱しすぎ。私人狼じゃないし、狂人でもないんだから。じゃあ何？この後に及んで占い師っていうわけ？妙なこと聞かないで。霊夢に聞きたいんだけど、マリサ本物だって言いたいの？その通りよ。あのタイミングで言ったのよ。本物ってある。残念だったわね、ヨウム。レミリアじゃなくて他の人を占ってればわからなかったのに。私レミリアのこと守っちゃったの。他に騎士っていないの？確かにみんなから見れば私が嘘をついて、レミリアを守ったって言ってるように聞こえるかもしれない。霊夢が騎士だと思う。だって今日、誰も襲撃されなかったのよ。騎士の護衛が成功してるから、騎士ってまだ生きてるの。他に騎士の人いないんだから、霊夢で確定でしょ。そっか。護衛は成功してるから、騎士が生き残ってるのか。でも霊夢、なんでお姉ちゃんのこと守ったの？なんか占い師がヨウムを守る感じだったよね。そこなんだけど、初日ヨウムのこと守っちゃったのよ。2日連続で守れないから、レミリアのこと守ったの。ヨウムが初日占い師を守ってるはずがないって言ってたけど、実は守ってたの。うん、わかった。それでね、僕本物の霊媒師なんだけど、昨夜って人狼だったの。ヨウムは僕のこと黒って言ってる。これってヨウム、人狼ってことでしょ？違うもん。剣術を扱う程度の能力を持った半霊だみょん。そうそう。だけどヨウムは人狼じゃないのよ。そうだよお姉ちゃん、ヨウムは人狼じゃなくて狂人なの。だからここでヨウムを処刑しても意味ないんだよ。うん、マリサが本物の占い師でしょ。ヨウム偽物なんでしょ。お姉ちゃんは座り、占い師って言ってるマリサとヨウムってお互いにしろって言ってるんだよ。だから本物と狂人以外ありえないでしょ。それでは話し合い終了よ。今回は護衛が成功してるから、前日処刑された昨夜を起点にするからね。霊夢、誰に質問する？アリスかな。ヨウムは狂人だからあと一人人狼がいるんだけど。霊夢の騎士でレミリアは霊媒師ってことよね。そう、昨夜が人狼でマリサが占い師だから、あと一人狼見つけなきゃいけないんだけど。アリス、フラン、アヤの中にいるのは誰だと思う？私じゃないから、フランクアヤになっちゃうんだけど、どっちか全然わかんない。ちなみに私はね、フランはないと思う。レミリアがヨウムのこと人狼でしょって言ってる時に私のことフォローしてくれたの。ヨウムは人狼じゃなくて狂人だよって一緒にレミリアのこと説得してくれたのよ。だからアリスかアヤかなって思ってる。それではレイム、誰に投票する？アリスにするか。アリスに1票目が入るわね。続いてフラン、誰に質問する？アヤにする。ヨウムは狂人確定でしょ。でもヨウムに初日しろって占われちゃってるから、フランが疑われてると思う。フランちゃん、アリス、私の三択ってことよね。霊夢とお姉ちゃんはほぼ白なんだよね。護衛成功してるから騎士は霊夢だと思うし。フランちゃんは誰が人狼だと思ってるの？人狼はね、え、
フランちゃんもしかして。それではフラン誰に投票する？アヤだよ。え、ちょっと。アヤに1票目が入るわね。続いてヨウム、誰に質問する？質問せずアヤに投票する。アヤに2票目ね。それではアヤ、誰に質問する？じゃあ、霊夢かな。私の中でも霊夢とレミリアは白で、アリス、フラン、私の3択なんだけど、今日死ぬのって誰だと思う？私だと思う。レミリアはまずないわね。なんで？だって人狼一人見つけてるから、あと一人見つけた瞬間ゲーム終わるでしょ。あ、そっか。霊媒師襲撃する意味ないってことか。だから襲撃されるとしたら私なの。そっちは分かったわ。そうじゃなくて、今日処刑される人よ。このままだと私処刑されそうなの。ヨウムって今私に一票を入れて、村人を処刑する頭数になっちゃってるでしょ。すごい厄介なんだけど。そういうことか。けどこれってヨウムも、誰が人狼か分かってないんじゃない？それではあや、誰に投票する？ちょっと厄介だから、ヨウムにする。ヨウムに一票目が入るわね。続いてレミリア、誰に質問する？ヨウムにする。なんで誰にも質問せずアヤに入れたの？だってみんな私のことを疑ってるし。それだけ？じゃあ聞くけど、レミリアって私のことどう思ってる？狂人でしょ。もう知らない。それならもう狂人でいい。みんなで私のことを疑うなんて寂しい。本性を出したわね。だってさ、ここまでバレちゃったらもう仕方ないでしょ。確かにそうね。ねえヨウム、アリスとフランどっちが好き？そんなのわかんないよ。でもフランちゃんの方が好きかな。ごめんねアリス、違うのよ。だってフランちゃん可愛いし、何かあった時怖いでしょ。それにフランって言わなければレミリアあなた怒るでしょ。アリスのこと嫌いじゃないのよ。両方好きなの。よくわかったわ。それではレミリア、誰に投票する？アリスよ。アリスに2票目ね。では最後、アリス誰に質問する？レミリアかな。レミリアが私に入れたのってたまたまだと思ってる。だって私とフラン、アヤってみんな情報同じくらいでしょ。特に誰が怪しいってわけでもないし。まあ正直に言えばそうね。フランちゃんがアヤに入れた理由ってなんだと思う？フランちゃんってアヤに質問して、その上で投票してるでしょ。別に私に投票してもいい場面だよね。そうなんだけど。何か気づいたからアヤに入れたのかな。それはわかんないけど、どうでもいいんじゃない？だってヨウムは狂人だし、騎士の護衛が成功してるからアヤが処刑されても平気だよね。あれ？違うか。これアヤが処刑されたら 50% ってこと？それではアリス、誰に投票する？アヤ。アヤに3票目ね。投票の結果、本日処刑されるのはアヤに決定。アヤ、遺言あればどうぞ。アリスは私に入れず、できれば決戦投票にしてほしかった。どちらの言い分ももう一度聞いてほしかったな。で、私人狼じゃないからアリスかフランなのよ。これも村人側余裕で勝ちでしょ。ただ私の中ではアリスの方が若干黒くなった。やっぱり決戦投票にするべきだと思うし。でもね、フランちゃんアリといえばアリなのよね。残った人に委ねるわ。それではアヤを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってきたわ。夜のターンで役職ある人は能力を使用できるから、みんな少し待ってね。ねえねえ、誰が人狼だったの？ちょっとアヤ、早くこっちの結界内に入りなさいよ。あなたの声漏れてるわよ。あ、ごめんなさい。では気を取り直して霊夢誰を護衛する？どうしよっかな。フランでいいか。護衛対象はフランね。では霊夢も時間まで少し待ってて。